T.J. ウォーレンこと、アンソニー・ウォーレン・ジュニアは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州ダーラム出身のバスケットボール選手。NBA のインディアナ・ペイサーズに所属している。ポジションは、スモール・フォワード。ニューハンプシャー州のブジュスター・アカデミー高校時代に、マクダナルズ・オール・アメリカンに選出されたウォーレンは、大学進学の際に、ジョージタウン大学や、ノースカロライナ大学といった、 強豪校からの誘いを受けたが、最終的にノースカロライナ州立大学に進学。2年生時の2013から14シーズンに平均24.9得点7.1リバウンドを記録し、ACC の最優秀選手とファーストチームに選出された。ウォーレンは2014年4月に2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明し、全体14位で、 フェニックスサンズから指名された。1年目の2014から15シーズンは、プロの壁にぶつかり、D リーグ行きを命じられるなど、40試合の出場で終了。翌2015から16シーズンは、2015年12月31日のオクラホマシティサンダー戦で、自己最高の29得点を記録するなど、ベンチからの得点源として活躍していたが、 翌年2月の練習中に右足を骨折し、無念のシーズン終了となった。2016から17シーズン開幕戦のサクラメントキングス戦で、ウォーレンは毎シーズンまでのスターターだった PJ タッカーが、負傷で欠場したのに伴い先発で起用され、右足骨折からの復活を果たした。2017年9月25日、サンズと4年5000万ドルの延長契約を締結。 11月1日のワシントン・ウィザーズ戦で自身初の40得点を記録した。2019年の NBA ドラフト当日に金銭とのトレードでインディアナ・ペーサーズへ移籍。2018から2019シーズンもチーム2位の平均18.0得点とスコアラーとして活躍していたウォーレンを金銭と引き換えに放出したこのトレードはサンズにとって何の利益もなく、 近年の NBA のトレードの中でもトップクラスに評価が低いと国評された。2020年2月12日のイースト1位のミルウォーキーバックス相手にチームハイの35得点、7リバウンド4スティールを記録し、チームは118から111で勝利した。2020年8月2日のフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦でキャリアハイの53得点を記録し、 チームを127から121で勝利に導いた。この記録は1992年のレジー・ミラーの57得点と2005年のジャーメイン・オニールの55得点に次ぐ、ペイサーズのフランチャイズ史上3番目の得点記録となった。8月15日、ウォーレンは NBA バブルゲームの8試合の出場で平均31得点という高パフォーマンスを記録し、 オールバブルファーストチームに選出されたレギュラーシーズンプレイオフありがとうございます。